はい、パーソナルトレーナーのゆうじです。今日は体脂肪を減らすためのチェックリスト10ということで、今日はね、体脂肪を落とすため、そしてすでに体脂肪を落としている人に対しては体脂肪が増えないためのチェックリストということで、いろんな方面あります。いろんなことをもうね、ざっと10個並べてみました。この10項目チェックしてみて、10項目のうち7個以上クリアしないと、これはなかなかやっぱり達成が難しいところです。なかなかね、体脂肪を落とすの難しいというのは実感してると思うんですけれども、10項目のうち7点以上取ってほしいということですね。まあ、その10個を今から一つ一つ説明していきますね。自分が一体どうかということをきちんとチェックして、自分の生活に照らし合わせて、そして修正してみてください。まず、1番目。週4日以上運動している。どうでしょうか？いきなりダメでしたか？まあ、運動っていうのは、まあ、筋トレでもいいです。あるいはジョギングでもいいです。あるいはサッカーとかテニスとかね、水泳でもいいです。何かしら運動してるぞというような時間、そういったものが週4日以上あるかどうか。このね、まあ、何かやってると、まあまあいると思うんですけれども、週4日というのが結構難しいところかなと思います。週1回か2回ならまあよくあるんですけど、正直ここのところでなかなか落ちないと悩んでる人もやっぱり多いんですね。実際にやっぱり減らしていくという段階では週4以上。まあ僕自身から言えば、あるいは僕自身が落とすのはやっぱり5か6やります。僕が落とすんであればね。そうしないとやっぱりなかなか落ちていかないです。日々やっぱりちょっとずつちょっとずつマイナスを作っていくということが大切なので、そこに2日マイナスして5日プラスではやっぱりこう落ちないということ。減らす方の日数が多くなければいけないというところ。まあ、ここのところ、まず大まかなところですけど、いきなりアウトになったらちょっと、こうまず修正していきましょう。そして、2番目。筋トレは自体重、フリーウェイトメインでやっている。筋トレを、まあ、マシーンでやっていると正直言うとやっぱりなかなか落ちにくいです。ベンチプレス一つにしても座ってやっていると、この辺だけ使っていて、足の踏ん張り、下半身の踏ん張りというものは使わないです。レッグプレスなんかは、腰とか背中を一切使わないので、やはり運動量が小さくなってしまいます。で、ショルダープレスなんかでも、背もたれがあるよりは背もたれなしでやった方が、お腹腰周りの筋肉やっぱり結構使うんですね。あとは背中の他のローイング系のマシンにしても、これはベントオーバーロー、バーベルで前かがみになってベントオーバーローをやってた方が、格段にエネルギー消費は大きいですね。座ってるよりも立ってそもそも何十キロというものを腰から下の下半身で全部で支えてるわけですから、それだけでも消費量はかなり増えるわけです。だから、自体重、まあ腹筋の場合自体重がとかまあありますし、バックランジを自体重でやることもあると思うんですけど、まあ、自体重、フリーウェイトメインでやった方が絶対的に体脂肪は落ちやすいということですね。エネルギー消費は増えるということです。そして3番目、足のトレーニングを十分やっている。まあ、筋トレやってる人の中で、まあ、特に男の人の中で、上半身、胸とか二頭筋はいっぱいあるけども、足のトレーニングやってるのが少ないという人は結構多いです。足のトレーニングもしっかりね、自分がね、大胸筋やってる、肩やってる、背中やってる、そのあたりと全く同じぐらいのレベルでやっていかないと、体の半分ぐらいはほぼ足です。かなり筋肉量はあります。だから、ここの部分をしっかり使っていくことでエネルギー消費を増やす。それから、代謝の高い体を作る。筋肉いっぱいありますからね。エネルギー消費するスペースがいっぱいありますね。だから、これをやっておくことで、かなり影響は違ってきますので、足のトレーニングは十分上半身と同じぐらいに考えてしっかりやってください。それから4番目。筋トレは軽すぎず、もう上がらないというところまでやっている。筋トレをやっていても、10回3セットって決めて、あい、10回終わりました。っていうぐらいでは、なかなかね、まず体が変わってこない。筋肉自体がなかなかついてこないですね。筋肉つかないということは代謝が増えないということですね。そのセットで10回まで行って、もう上がらない、上がらない、終わりみたいな感じで、そこまでやる。あるいは、サイドレイズみたいなものの10回なら10回、12回でもいいですけど、そこギリギリまで丁寧にやって、もう上がらないって、1回2回ちょっと反動つけていいからやってみるという、その、ちょっとつけていくことはすごく変わってきますね。その、今の限界まで、もしくは限界を少し超えるところをやっていくと、今度この筋繊維を修復するのにものすごくエネルギーが必要なわけです。だからそこのラインまで行く、ちょっと超えるというところをやるかやらなんかで、その後のエネルギーの使い方で本当に違ってきて、そこが結果的にお腹の体脂肪も減っていくかどうかということには関わってくるので、そのライン、もしくはそのラインちょっと超えるぐらいまで頑張ってやってほしいんですよ。その方が絶対に引き締まりやすいです。女性でも筋肉をつけたくないどうこうではなくて、それが3セットぐらいであれば正直で筋肉つかないです。だから代謝を上げるためには女性でもちょっと限界まではやる必要は僕はあると思いますね。それから5番目。筋トレは心拍数高めを保ちながらやっている。どうでしょうか？筋トレをやった、その1セット終わった瞬間は高いと思います。
まあ、要はそこのインターバルの問題ですね。インターバルが、2分3分それ以上になってる場合には、まあ、体も落ち着きすぎちゃって心拍数普通に 70g まで戻って、それからまたやるというのではなく、まあ、その場合では筋肉はまあ作れますけれども、今これをどん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 体脂肪を落としていくための筋トレにしたいというのであれば、まあ、大きな筋肉でも90秒ぐらい、ベンチプレスとかね、ベントーバローとかでも90秒ぐらいに抑えて、インターバルを抑えておいて、次々やっていく。おととい僕はあの、肩をやってる時に、サイドレーズをやってる場合には、僕はもう60秒で次に行ってましたね。僕はもういつも自分の感覚でしかやってないんですけども、その時はちょっと自分の感覚がどのぐらいなのかなと思いながら、ある程度の息がね、ぐーっと上がったら、これまで戻ってきた。じゃあやろうかなっていつも思ってるのはどのぐらいかなと思ったら60秒でした。サイドレーズの場合、僕はもう60秒でどん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 進めていきますので、結構短い時間で結構なセット数やっていきます。まあ、その、やってる最中に心拍数をずーっとね、ある程度高めでやっていく。少しだけ息がね、荒いぐらいで、どん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 やっていく。多分ね、僕は心拍数130-140ぐらいは下のところでもあって、それをずっと続けて、上がるときにはもっと上がっていくみたいな感じだと思うんですよ、僕自身はね。そんな感じでやっていった方が体は引き締まりやすいです。一日のプログラムをずっとそのレベルを通していくというのが、引き締まり効果を生んでくるので、そこのインターバル心拍数というのを気をつけながらやってみてください。そして6番目、日常車ばかりでなく自転車歩きの移動が多い。どうでしょうか。筋トレだけじゃないです。まあ、さっきね、週4は筋トレとか、何かスポーツをやってくれと言いましたけれども、そこだけでもダメです。人間は24時間生きてますから、筋トレとかね、サッカーとかやっても大体1時間ぐらいでまあ終わりかと思いますよね。それ以外の時間にどれだけ自分がやはり動いてるかどうかですね。大人になるとやっぱり車ばっかり使います。で、特に東京よりも地方の方が、やはり電車ではない移動が多いので、車の移動がかなり多くなってしまいますね。それをやはり、ほんと4、5キロぐらいの距離であれば、もう自転車で絶対に移動する。電動じゃないですよ。電動は全く運動にならないから、普通の自転車で移動する。まあ、ちなみにこれね、性能のいい自転車だと、摩擦が少なくて軽くて、あんまり心拍数が上がらないみたいです。まあ、僕なんかごく普通の安い自転車しか乗ってないんですけど、そうすると摩擦が多くて、結構足の力必要なんですよ。そうすると心拍数が上がりますから、痩せやすいというのがあるので、ダイエットに成功したい人は高い自転車を買わないでください。あとはまあ歩きをね、しっかり入れて、日常やっぱりそういうのを増やしているかどうかとはかなり違っています。本当に違っています。その日常も運動と同じぐらい重要視してください。そして7番目、食事は1日3回以上に分けている。僕はね、なんか16時間空けるダイエットとか、まあそういうのがなんか去年とかすごくブームになったみたいですけど、まあそういうことは一切いいとは思っていません。そもそも筋肉は減る、筋肉が減ったら代謝は落ちる、何もならないと思うんで、基本的には多すぎない量を1日3回もしくは4回5回でもいいです。それをね、少しずつ食べていった方が、代謝が上がって体脂肪は増えないパターンになってきますから、食事は小分けにそういう風に分けていった方が筋肉の栄養になり体脂肪の栄養にはなりにくいと思いますので、まあできるだけ小分けにしてみてください。それから8番目、お米は玄米を茶碗一杯までにしている。この炭水化物の質と量ですね。体脂肪をつけたくなければやはり白米よりやっぱり玄米にした方がいいですね。GI 値が低くて血糖値が上がらない方がいいです。そして、あとは量ですね。GI 値かける量になってきますね。いくら GI 値が低い炭水化物があっても、これが丼一杯あってというのでは結局のが多いので体脂肪がつきやすいですね。その量も重要なので、まあ茶碗一杯までにして、とにかくそれが多すぎない、少なめでコントロールしていく。まあここのところをね、あらかじめやっていく必要ありますね。それから9番目、すべての食事に肉または魚が必ず入っている。どうでしょうか。ここね、結構できてない人多いと思います。特に朝に炭水化物だけ、パンだけの人もいるし、ちなみにあの、卵ご飯という人もいるんですけど、卵ご飯の場合、卵1個ですね。卵1個の場合、タンパク質 6g なので、6g だと少ないです。タンパク質がやはり女性でも 20g、男性ならやっぱりそこからもうちょい増えて 30g ぐらいのところは取りたいので、鶏肉、胸肉、皮なし、あるいはささみで言うと、女性でも 80g、男性でも 100g ぐらいは最低でも取りたいということですね。肉としてね。まあ、魚でも同じぐらいの量が必要になってきます。だからそれなりの量が朝もしっかり、ね、肉、魚はやっぱりあってほしいということですね。まあ、納豆だけでも納豆1パックの場合は 7g しかタンパク質はないので、それでもちょっと少ない。やはり肉、魚を入れた方が効率よく取れるということ。で、そのタンパク質を取っていった方が、体の中の熱が起きやすくて、体脂肪も落としやすくなります。食べることで体脂肪を燃やしやすくなります。それと、一緒に食べたお米の消化を邪魔するというか、ゆっくりになってくるので、血糖値がより上がりにくい、抑えた状態になるので、体脂肪になりにくいというところがありますね。だから、タンパク質をまずしっかり取っていった方が、
体脂肪にはなりにくい痩せやすい体を作るということになってきます。まずは体の中の環境をしっかり作る、そのつもりで朝から食事はきっちりタンパク質気をつけてみてください。それをまあ3回以上ということですね。そして10番目、最後は水を2リットル以上飲んでいる。まあ水はね、とにかく足りなくならないように、水がないと人間の体の中のシステムは全く回ってこないですね。なのでそれが足りなくなれば体脂肪をエネルギーしていくということも何も回ってこないので、とにかく水はまず足りなくならないようにチビ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 2リットルぐらいはまず飲んでください。それから冷たい水をちょこちょこ飲む方が体がまた熱を起こそうと思って少し代謝を上げてくるので、それもまた痩せやすくなってくるということですね。まあ水だけでなく、お茶とかコーヒーでもいいんですけど、まずコーヒーの場合には必ずブラックね、砂糖入れたら全く、意味がないですから、まあ、ブラックで、その辺もね体脂肪を燃やすには役立つんですけど、まあ1杯か2杯ぐらい飲みすぎない程度に気をつけて、飲み物を入れるのもまあ OK ですけど、まあ飲みすぎは気をつけていくということで、水分はしっかりとっていってほしいです。はい、チェックリスト10ありましたけども、いくつ丸だったでしょうか。7個以上丸だったでしょう。正直言うと僕から言うと7個でも足りないです。僕の本心から言うと足りないです。正直今言ったら10個なら10個やっていかないとなかなかうまくいかないです。厳しいな、そんなことできるかよって思うかもしれないですが、まあ、そこはあなたが本気でこれを成功させたいと思っているかどうか、絶対体脂肪を落としたいと思っているかどうか、引き締めた体を維持したいと思っているかどうか、まあ、これをやっていくことが正直言って一番簡単な方法で苦労しないです。だって、ね、今これがやってることが結果が出てくれば簡単ですね。このうちに7個やってるのに結果が出ないということの方がもう疲れちゃいます。なので、今やった10個正直言うと別にできます。できることですから、ぜひ10個すべて揃えて頑張ってみてください。パーソナルトレーニングでした。